小島和志さんっていう、うん、思い込んじゃうわけ。統合失調症っていう病気が迷惑してるってことを、はい、これ罰が当たるね、天罰当たる、歩けないのとか太っちゃって実力的にはどのくらい？2段差ってあいつ何もできないよ。もう8キロだね。ちょっと飛び乗って危なかったね。飛び乗ってするドア閉まって危なかったな。スレスレだったな。スレスレですよあ、そうだね。日体大だったんで、はい、一緒に練習したの。千葉真一さんすごい強かったっていう、うん、運動神経良かったの。へ、亡くなっちゃったんだな、コロナでな。息子頑張ってた。あ、息子な。あ、トトこれは多分見たことない。これはネットで見ました。見た、はい、このさ、人類のこの太さは多分クローンしてるね。あ、これはそうですね。触ってごらん。梶原選手は50歳で亡くなっちゃったんだ。あ、遠山選手70で亡くなったの。あ、俺これ作った時、はい、73だった。あ、加藤の並べにもちょっと申し訳ないと思ったけど、これね、九州肥後の国小次郎か、梶原先生血吸ってるから。え、真剣。そうそうそう、血吸ってるんだ。あ、お前にしな、はい、世界で俺だけだよ。これが大山総裁と梶原先生の遺骨、うん、隠れ場ってだけ。あ、なっちゃったわけですね。そうそうそう、小島みたいないい加減のこと書くからさ。だって正木が連れてきてエレベーターの中で膝毛でボコボコなんて いくら猪木だって逆にぶん殴られたら正木吹っ飛んじゃうわ。じゃあちょっとですね、今小島さんの話が出たんで、ちょっと小島さんの話ちょっとしたいんですけども、うん、最近ですね、ちょっと 何日か前に、小島和志さんっていう YouTube の方がいるんですけども、うんうん、その小島和志さんの動画の中で、そういうの総帥についてちょっとお話ししている回がありまして、うん、それに関してですね、質問が僕の方にもう山のように毎日すごく来るんです、うんうんうん、でその中にあった質問が、そういうの総帥と大山先生、うん、大山総裁の関係は実は良くなかったと、うん、でそういうの総帥が反社会的勢力を作って反社を使って、うん、大山総裁がサウナに入っているのを、うん、脅かしたと。うん、脅すのに反社を使って、うん、反社を大山総裁が入っているサウナに送り込んだと、うん、いう話があるんですけども、うん、でそれ大山総裁は震え上がったと、うん、小島さんの動画で言ってるんですけども、うん、これについて総裁お話を聞きたいんですけど、だから小島、彼はね、あの夜物書くから思い込んじゃうわけ、はい、統合失調症っていう病気があるんだよ。あ、多分統合失調症じゃないかなと思う。いい時はすごくいいわけ。で自分で勝手に思い込んじゃうわけ、ガーンって。芦原さんが死んだのは石井君が裏切ったから思い込んじゃってるわけ。あ、で大山先生と俺は師弟関係だから、はい、いい時も悪い時も長くなってるとね、はい、いろんな人の人間関係でおかしくなった時あるわけ、はい、で入れ墨入れた人が使って脅かしたってないんだよ、はい、高田県っていうのはキックボクシング のやる場所なんで、はい、であそこに、まあ、キックの会長の人たちは昔暴れん坊がどっちか多いんだよ。あ、はい、東金の亡くなった越川さんとか、はい、あと指導官の荒井事務局長とかね、はい、元ギャング団が多いわけ。あ、で俺の友達もそういう現地のやつ多いんだよ。警察官になったり、ヤクザになったり、政治家になったり、道場幅広い人が多いわけ、はい、でそこに大山先生がよくサウナ行く、どれも高田県サウナって先生と会って、はい、先生も寂しいから俺と会って話して、はい、いろんな話してね、別にヤクザ使って脅かしたとか
ないよ。ああ、じゃあそれは全くのデタラメだと。全然ない。だから小島は思い込んじゃってるわけ。ああ、なるほどですね。うん、まあそうですよね。まああの小島さんの動画の中に、うん、あの総選の奥様の話もあって、うんうん、奥様の菅原文太、あの奥様の日本語は仁義なき戦いを見て覚えた。もうまるっきりでね違う。もう流暢はあのすごく上手な日本語で、もう話が違うなと思いましたけど。ああ、そういうことなんですね。死人に口なしっつって、これ大事なんだよね。死んだ人のことをああだこうだって口がないんだから。はい、でも残された人たちの周りの人たちが迷惑してるってことを、はい、小島君はよくこう頭に入れないと、うん、彼はそのうちあんまりいいことないと思うよ。あ、罰当たるね、天罰当たる。確かにあのいつもゲストでお話ししてる小笠原先生も、うん、あの極真の昔の内弟子みたいなのが、うん、ちょっと言ったらまずいよっていうようなことを言ってたんですけども、うん、まああの結構やっぱそういう方も怒ってらっしゃる方も多いですね、うん、だからあいついいことないよ多分ね。あ、でその中にですね、その孫総帥はキックボクシングも昔やられてて、うん、11勝9 KO という、うん、ものすごい戦績なんですけども、まあそれに対して空手もやりながらキックをやったりとか、ポリシーがないと、うん、小島さんは語ってるんですけども、それについていかがでしょうか。いや、もともと空手の試合よりもキックが最初だったわけ、はい、でキックボクシングはどっちかプロ空手なんだよ、はい、プロ空手と空手、はい、だから小島君はあのスケールが小さいから海外で見てことないからね。海外行くと空手と聞くと MMA もやってるわけ、はいはい、でシカゴなんかで1ラウンド2ラウンド空手やって、3ラウンド4ラウンドは聞くやつ、あでゴールが MMA に変わる、いろんなスタイルも入るスタイルだっけ。あ、だみんな空手、黒崎先生も空手やってタイに行って試合したし、はい、足原さんも四国で聞くのやってたしね、はい、で小島くんはできないんだあいつ、あ歩けないんだ、まあ、太っちゃってる本当にあ、うん、歩けないんですか。歩けない、だって後楽園来てコロ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 転がって入るんだもん。え、うん、だから自分ができない、やってみればいいんで自分で。ああ、なるほどですね。だってボクシング あの強い人はタイではあのキックのチャンピオンはボクシングやって、はいはい、あの両方チャンピオンになった人もいるしね。ああ、まあそうですよね、そういう方多いですよね、うん、そう、空手やってキックやった人もいるしね、たくさんいますよ。ああ、なるほどですね。本人分かってないんだね。ああ、でまああのこの質問もすごく多く来てる質問なんですけども、小島さん本人は自身は2段を持ってるとおっしゃってるんですけども、うん、あの本当に2段を持ってるのかという、牢山発音のとこで黒字もらったっていうのは聞いたことあるけど、はい、二段つってあいつ何もできないよ実力的にはどのくらいの、白帯ぐらいじゃない、あ、色帯恥ずかしいよあれ、あ、うん、そのレベルなんですね。そうそう、いや、じゃあ9で言ったら全然できない、できない、あ、うん、もう8、9ぐらい、うん、なるほどですね重ねたが多いからな重ねたり気をつけないとな、まさにその真実を今日は伝えていただいた。そうだよな、はい、またあの、メイウェザーと朝倉未来選手がこの時にですね、あの試合前に花束を渡す時にごぼうの塔という、奥野という代表が投げて渡したそうです、大炎上してるんですけども、これについていかがでしょう。今後の指導官についてちょっと一言空手を切り替えたらいいかもね。あの総帥はプロレスとすごく縁が深いというか、うん、あ、うん、あの三沢さんのエルボーや川田さんのキックなんかも総帥が全部教えていただいて、あと北尾、あ、北尾さん、はい、やってたんだよ、ずっと俺預かって、あのブラジル あのグレイシーと誰だか戦ったんだよ、はい、バーンってぶつかって、はい、北尾パッと苦しむと入ってなかったんだよ、はい、まあ、横綱取った人にね、市内にバチバチ鍛えてすごいスピードついてきて練習だから一番強いよ。ああ、高田選手もね、うちの佐藤君がね、地区教えてたの、望月さん、はい、預けたの、あ、そうなんですか、あれ俺の弟子なんだよ、え、そうなんですか。